ーラは英語できますか？それか英語で喋れるふりしてるんですか？どうも、カイ先輩です。アメリカン英語のぐるぐるですね。では、動画の方に行きましょうか。Light, camera, action!South Africa was such a beautiful location. The cast became fast friends. We went to dinner together a lot. We even went to a lion park. It was so much fun. And even though it was my first movie, but I was more excited than nervous. I think you guys are really gonna love it. Check it out!First day was so amazing. I felt like I fit right into my character. The whole cast was so kind and fun, and we are all from around the world. And so we had such a great time sharing our different culture. It was so amazing. I started training a bit in Japan, and then Christian and Dog and Ali and I did action training.Got to shoot with real guns. Very happy. これだけを見るとね、ちょっとわかんないですね。難しいんですね。たまに発音がものすごい上手ですね。でもたまに発音がちょっと変な感じがするんですね。なんだろうね。なんかインターナショナルすぎるかもわかんないですね。いろんな影響が入ってるっていう気持ちがするんですね。だって本当にたまに全然もうペラペラっていう気持ちがするけど、たまになんかすごくなんかジャパニーズみたいな頑張りすぎみたいな感じもあるしね。正直に言うとね。だからちょっとわかんないですね。例外って感じですね。こういう人あまりいないって感じですね。アメリカ人じゃないんだよね。違うか。ハーフだよね。でも、アメリカ人とハーフじゃないんだよね。それでも、もう喋れるんじゃないですか。ただなんかこういう経験ってあんまりなくて、こういう喋り方なんか聞いたことある気がするけど、なんだろう、インターナショナルスクール的な喋り方ですね。どうだろうね。なんか本当にアメリカに住んだことあるかどうかわかんないけど、なんかインターナショナル学校的な経験はなんか絶対あるって感じがするんですね。なんだろうね、なんかネイティブだからさ、なんかネイティブじゃない訛りがあるとすぐわかるって感じですね。だって東京の人が沖縄の人を聞いたらすぐわかるじゃないですか。なんか、あ、違うか。ね。まあ、関西の人でもね、すぐわかるやん。な。ね、だからなんか訛りってこういうものですね。だからまあ喋れるよ。ローラは英語喋れるんですね。分かってるよね。話を聞いてね、字幕見ないで顔を見ながらね、話理解してるからもう十分ですよね。頑張ってこうやって喋れるようになって、もちろんものすごい感動ですね。君が元アメリカ人みたいに喋れるようになりたいんですか？そうですね。じゃあカイ先輩の3ステップ学習法に参加してくださいね。これ無料のオンラインウェビナーですから、どうぞどうぞ遠慮しないでください。君がこう10年勉強してまだ喋れないかって感じですね。まだ満足してないか、学習法がダメだからね。君のせいじゃないですね。英会話学に教えてもらった学習法がダメですね。でもどうやって勉強するかって、まあ、このスペシャルオンラインウェビナーに教えますから、どうぞ遠慮しないで登録してください。登録してくれると無料のアメリカン英語の省略パターンのカンニングペーパーをメールで送りますので、どうぞどうぞね、君が本当に喋れるようになりたかったらね、カイ先輩と一緒に勉強しましょう。こういうレッスン好きだったらね、ぜひチャンネルに登録してください。レビューしてほしい人がいたらね、コメントのところに書いてください。終了です。起立。礼。じゃあね、また今度。ピース。